戸惑い5号艇の増田が後手を踏みました。6号艇の宮下がすかさず内に締めて、バック側1,2,3,4,6,5 という並びでコース取りが進んでいます。ボートレースとかなめ4日間シリーズ第1回愛知名古屋アジアアジアパラ大会協賛競争最終日の攻防、いよいよ頂上決戦優勝戦です。対戦メンバー1号艇矢野蓮氏、2号艇徳増秀樹、3号艇森永純、4号艇中村明智、5号艇増田啓司、6号艇宮下元次です。内枠には純パーフェクトでシリーズを引っ張ってきた静岡コンビが構えます。陰線1号艇矢野蓮氏、2日目からは無傷の4連勝、同志部の強敵が隣に控えますが集中して逃げるだけです。2コース2号艇徳増秀樹、経験も実績も何枚も上手です。黒い勝負服、ダークにワイルドに濃く優勝を狙いに行きます。3コース3号艇森永純、2日目からは3連勝中、4コース角引っ張って4号艇中村明人も、これで3節連続優勝。5コース6号艇宮下元次、デビューの地常滑での初優勝をかけて、6コース5号艇増田啓司、3月平和島に続く優勝を狙います。優勝戦1番2番3番4番6番5番スタートを切りました。6選手スリットは揃いました。内側3艇好スタートを決めています。1周1幕の攻防戦、インから1号艇の矢野が逃げる、2号艇の徳増は差しに構えた、まくり差しは3号艇の森永、バック直線コース、1号艇の矢野インから押し切った先頭、スタートは前提正常でした。リードは2艇身、2番手は2番徳増、3番と森永が並んでいます。あとは4番6番5番が追走。1周2幕、1号艇の矢野がトップターン、2番手内側から4号艇の中村が先に回って、内側刺して2号艇の徳増、2番手は2号艇の徳増秀樹がわずかに優勢か、外1艇身2艇身差で4号艇の中村、現在3番手、状態系は1番2番4番、レースは2周目です。1号艇の矢野蓮氏が2艇身3艇身リードを取って2周1幕トップで旋回、2番手は2号艇の徳増、3番手内側から3号艇森永先に回って、行かせ差しは4号艇の中村、3番手は4号艇の中村明人も、上位体系は1番2番4番です。その後ろは3艇身4艇身差が開いて、3号艇森永、6号艇宮下、5号艇増田が追走しています。2周2幕1号艇矢野が先頭、2号艇徳増2番手、3番手内側から6号艇宮下先に回って、4号艇中村差し構え、ここもさばいて4号艇の中村3番手キープ、1,2,4、レースは最終周回です。先頭会長に飛ばすのは1号艇の矢野蓮氏、3艇身4艇身とリードを取って3周1幕トップで旋回、2号艇の徳増が2番手、3番手は4号艇の中村、1番2番4番でバック直線コース、その後ろは3番6番5番が追走です。先頭1号艇の矢野蓮氏、通算 V は32回目、常滑は3回目の優勝に向かってという走り、最終ターンマークトップで旋回、2番手は2号艇の徳増秀樹、3番手は4号艇の中村明人も、1番2番4番で折り返しました。第12レース優勝戦、まもなくゴールを迎えます。1番矢野優勝の五輪、2番五輪、4番五輪、後ろは3番6番、ラスト5番が五輪